安倍総理大臣は先ほど明治天皇の皇后だった昭憲皇太后の崩御から100年の記念祭に合わせて明治神宮を参拝しました。日本国そして国民の繁栄そして平和と安寧を祈ってまいりました。安倍総理が明治神宮を参拝するのは去年1月以来のことです。昭恵夫人とともに訪れた安倍総理はお祓いを受けた後、内拝殿で二礼二拍手一礼の神道形式にのっとって参拝しました。そして内閣総理大臣安倍晋三と記帳しました。初穂料はポケットマネーで納めたということです。明治神宮には先週24日にアメリカのオバマ大統領も訪れ、やぶさめを見学しました。